はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ヘイデンの動画撮ろうと思います。ということでね、まあレベルアップ動画ですね。今回は、もうすぐレベル73に上がるので、レベルアップしていきたいと思います。ということでね、今、経験値がね 281,177、そして、レベルアップまで必要な経験値が399,000ということなんですが、こちらのね農場パスの経験値2個とも貯めておいたので、これを踏めばねもうレベルアップ目前ということで、両方受け取っていきましょう。はい、そうだね、396,177ということでね、あと3000ぐらいでレベルアップしますね。でこちらにもちょっとねブンブン B ミツバチね、星3つになったので、4匹まで買えるようになり、4匹というか数4つ扱えるようになりましたよということでね、そこでの、チャレンジのね達成があるので、まあこれもね受け取っていきましょう。お、ぴったり3000だ。はい、レベルアップおめでとう。レベル73の農場主になりましたということでね、畑2つと、チキンポーライスヌードル、優雅な花束、そしてダイヤモンドをゲットですね。 OK、まあ今回はね、スムーズにレベルアップできましたね。畑はちょっと足しておこうか。まあ、切りよくね、100だったので、102になるとね、ちょっとポコってしちゃうんだけど、まあいいでしょう。はい、そして、あとね、ライス4はここかな？あ、違う、花束じゃない、こっちか。あ、ライスヌードル。ライスヌードルはパスタマシンで作れるっぽかったので、これもね、作っておきましょう。あと、優雅な花束はこれですね。ダイヤ使うんだ。これはちょっと作れないな。なるほど。こっちと同じパターンですね。このダイヤの指輪と。ね、ダイヤモンドを使うやつは、市場に出てたらちょっと拾っとこうかな、ぐらいの感じですかね。はい、というわけで、まあ、今回はね、レベルアップ動画だったんですが、農場パスのおかげもあって、あっさりと、レベルアップできてしまいましたね、という感じかな。まあ、たまにはね、そういう回があってもいいとは思うんですけどね。はい、じゃあ次、見ておきましょう。レベル74までに必要な経験値は40万超えたな、ついに。で、今187ということなので、まあ、かなり先は長いかなと。もしかしたらね、8月後半になるかもしれないね、レベルアップ動画だけで言えば。それまでに何か別の、ヘイデンの動画撮る可能性もあるけどね。で、レベル74まで上げると、パプリカとマーマレード、野菜盛り合わせ、サンハット、野菜たっぷりラザニアとダイヤ10個が、アンロックされますよという感じですね。でね、ちょっといい加減マジで、鉱山爆破動画は撮りたい。ただ、ためにためちゃったせいで、本当にね、一本の動画で撮ろうとするとね、絶対溢れるんだよね、これ。どうすっかな、マジで、これ。なんか、ついにシャベルまで300超え始めちゃって、なんか、ツルハシ以外全部300オーバーあるよ、みたいな状況になってるんだけど、そうね、ボルトがね、足りない、圧倒的に足りないからね、そこら辺含めてね、納屋をもう一段階ぐらい拡張したいってずっと言ってんだよね。でも結構拡張したんだよ。一番最初の頃から比べると。だからね、そろそろほんと鉱山爆破はしたいなぁと思ってるんだけど、パンパンだよなぁ。どうすっかな、本当に。まあ、ほんとちょっとなんか考えましょうか、ここに関しては。ちょっと納屋の中のものね、一旦ほんと必要最小限のもの以外は全部売っ払っちゃうとか、そういうことも含めて何か考えるかっていう感じでね。まあ、その辺についてはね、後で考えておきますと。そう、なんかね、住人の人もね、これは違うんだけど、こっちかな？あ、ちょっと待って。重なってる。こっちの人とかね、やたらとね、爆弾を、所望してるんだよね。TNT202 個くださいとかってね。これ、テロリストかよと思うし、こんなとこに爆弾そんなにあるのよく知ってるね、みたいな。爆薬庫になってるからね、納屋が。まあいいや。はい、というわけで、まあ、今回はね、レベル73
のね、レベルアップ動画でした。ということでね、終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。